こんばんは、仙石堂でしょうでございます。皆様、一晩限りの城主やりませんか。一泊100万円超、城に泊まれる城泊返し前式典愛媛。愛媛県大洲市にある大洲城で復元された木造建築の城に宿泊するプランが全国で初めて始まるのを前に、18日記念の式典が開かれました。大洲城は鎌倉時代末期からの歴史があり、明治時代に取り壊されてしまいましたが、平成16年に復元された木造の天守は2階までが吹き抜けの珍しい構造となっていて、地元の貴重な文化財となっています。この城を生かして国内外から観光客を呼び込もうと、大洲市などは天守の1階で宿泊できるプランを全国で初めて城泊キャッスルステイとして打ち出しました。18日は関係者らおよそ30人が参加して記念の式典が行われ、大洲市の二宮隆久市長は、豪雨や新型コロナウイルスの影響で市の観光産業は甚大な被害を受ける中、この取り組みが未来を切り開くことを期待しますと挨拶した後、鏡開きをして祝いました。城泊の料金は1泊100万円以上の設定で、1日1組の限定となっていて、初日の今月23日にはすでに予約が入っているということです。はい、というね、ニュースでございました。大洲城での宿泊ですが、このようなプランになっているとのことでございます。まず入場からでございますね。1617年加藤貞康の入場体験ということで、着物甲冑レンタル及び着付けをしてもらった上で、鉄砲隊、旗隊、引き馬などを引き連れての入場ということでございます。まあ、ホテルのチェックインでございますね。そして伝統芸能を鑑賞した後に夕食、さらには月見体験、そして早朝に関しては画寮山荘の早朝貸し切りで殿様御前にて朝食、最後は松山空港または JR の駅へと送迎ということで、かなりね、豪華なプランにはなっております。もう至れり尽くせりのね、プランでございます。甲冑を着て武者行列を組んで馬に乗った上でお城に入場できるなんてことは、まあ、まずできませんので、まあ、それだけでもね、だいぶ価値があるかなというふうに思う次第でございますが、入場の人件費が一番高くついてるんじゃないでしょうかね。宿泊体験なのでね、まあ、まさか天守の1階で雑魚ねえなんてことはないだろうと思ってちょっと調べてみましたら、ベッドを、簡易ベッドを入れてくれるということでございます。ただ天守でございますので、もう当然ながらトイレございません。トイレに関しましては市所有のトイレカーで対応ということでございますので、まあ、トイレ問題はまあ絶望でございますね。ただまあ仮面にしろとかね、言われるよりは、マシかもしれませんね。現代的なトイレが使えるということでございます。お風呂もちょっと遠いですがあるとの情報が入っておりましたので、基本的には普通のセットプランなんですけど、泊まるところが天守の1階で、でそのトイレは外まで出てという、夜中にトイレ行きたくなるのね、すげえ困ると思うんですけどね。なんかトイレの話ばっかりしてますね。ただね、天守に泊まれるっていうのは、もうギリギリまでね、敵に攻められて、もういつ落城するかわからない時に、こうみんなで、ね、揃って寝るみたいなね、こう戦時ギリギリの気分が味わえるっていうのはちょっと楽しいのかなと思う次第でございます。で、こちらのプランなんですが、30泊30組限定ということでございます。2名1泊100万円と高いっす。定額給付金じゃね、とても届かないレベルなんです。3人以上になると1人プラス10万円で対応できるということですので、まあ、ちょうどね、3人以上の場、3名様目からは定額給付金で対応できるんですけど、2名様分まではまだね、無理な金額でございます。やっぱりね、これだけのプランでございますので結構な金額でございますね。ただやっぱりね、先ほどお話しした通りに武装してね、さらに騎乗してお城に入れるっていうのはなかなかレアな体験、死ぬまでに多分1回も体験できない体験だと思いますので、気になる方はね、100万円かかりますけれど、一度ね、宿泊の方されてみてはいかがでございましょうか。大洲市の方結構いろんな宿泊プランもありますので、別にお城に泊まらなくてもね、意外と楽しめそうなプランたくさんありました。下の概要欄の方リンク貼っておきますので、そちらの方から見ていただければと思う次第でございます。